今回はレイザーのノイズキャンセリングヘッドホンオーパスです。ノイズキャンセリングヘッドホンを購入してみました。レイザーのオーパスです。購入したきっかけはリモートでオンラインコミュニケーションをするためにヘッドセットが必要になったから。どうせ買うのならゲームや映画、音楽などに幅広く使えるものはないかなと探していました。そこで私が選んだのはレイザーのオーパスです。レイザーはアメリカカリフォルニア州に本拠地を置くゲーミングデバイスメーカー。マウスやヘッドセット、キーボードに人気がありますね。この映画好きのためのヘッドセットいいですよ。そのポイントを3つ説明していきます。まず1つ目はその快適なつけ心地です。ゲーミングヘッドセットでありながらもこのシックな見た目、レイザーファンには物足りないかもしれませんが、私にはこのぐらいがちょうどいいと思います。そしてこのヘッドバンド、ヘッドバンドはこのように可動してサイズを調整するタイプですね。続いてイヤーパッドは低反発マットのような触り心地で、つけ心地はとてもソフトです。ヘッドバンドも同様の素材で作られており、高級感があります。これでしたら長時間のゲームや映画でも快適に過ごすことができます。ゲーミングヘッドセットをずっと作り続けてきたメーカーが一般向けに作るとこうなるということですね。第2のポイントは有線でも無線でも使えるノイズキャンセリングヘッドホンだということ。操作ボタンはこの辺りに集中して配置されています。電源はこのボタンの長押しですね。続いて上のボタンを押すとノイズキャンセリングオンオフを切り替えることができます。右耳側は音量の調整ですね。ヘッドホンの充電は USB-C で行うことができます。このヘッドホンは Bluetooth だけでなく有線でも使うことができます。うっかり充電をし忘れた時でもステレオミニプラグがあれば問題なく使うことができます。ちなみに有線でもノイズキャンセリングを使うことができるので、タイムラグなどがあってほしくないオンラインゲームなどにも使えるものだと思います。やっぱり Bluetooth よりも有線の方が遅延が少ないですからね。有線でも無線でも使えるというのはメリットが大きいと思います。最後のポイントは THX の音響技術。THX とはあのジョージ・ルーカスが始めた音響企画。主に映画館の音響システムに用いられています。映画館では年1回のチェックがないと取り消されるほど厳しいと言われています。その品質規格がこのヘッドホンにも採用されているっていうわけですね。こちらはサラウンドヘッドホンというジャンルではないので、音のチャンネル数が多いというわけではありません。しかしながらもとてもクリアで力強い音を聞かせてくれます。このヘッドホンをジョージ・ルーカスが作ったというわけではもちろんないですが、そんな技術が積み込まれていると考えるとなんだかワクワクしますね。調べてみると THX は1983年にルーカスフィルムの一部門として創業。その後2016年にレイザーに買収されたという歴史があります。そんな歴史があるからこそ出来上がった一品じゃないでしょうか。
このケースに入れた時のコンパクトさも所有欲が高まりますね。これからまだまだネットフリックスやオンライン会議、またゲームなどでこちらの登場は増えてくると思います。ハリウッド映画の技術とゲーミングデバイスが合わさった面白い一品だと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。